はい、では、アベンジャースクール夕方の部スポーツ部の担当の中田です。お願いします。今日はパーソナルということで、腕回りですね、肩回りとちょっとトレーニングを一緒にやっていきたいと思います。で、まあ、テーマは自分の体を好きになろうというのをテーマで今やってますんで、ちなみに山田さんは自分の体どこが好きですか？腹筋いいね。ありがとうございます。そこをもうちょっとさらに追い込んでいけたらと思いますので、はい、お願いします。じゃあ、まあいっか、思ってそのまま、あの、なんかしまったら全然言ってください。はい、はい、じゃあストレッチからやっていきましょう。この状態で前ならえします。で、上に上げてって、後ろに移動してみましょう。1、そうそうそう、はい、戻して、もう一度、上げて、2、はい、戻す、はい、後ろ、3、かわいいね、そうそうそう、ちょっとずつ広げていこう、4、はい、5、はい、戻して後ろに、そう、1、開く、息を吐きながら、2、吐きながら、3、4、5、 OK。 で、反対いきましょう。左に変えて前習いして、ずーっと伸ばしていきましょう。1、ずーっと伸ばせて、2、5、3、4、ラスト、OK。 じゃあその状態から後ろにぐっと開いていきましょう。1、吐いて、3、4、5、はい、 OK。 で、次は股関節を少し伸ばしていきます。手をついて両足、四つ前目の形を、で、後ろにこのままお尻引いて、背中はこう伸ばすというよりも、このままお尻だけを畳む。1、はい、戻して、2、はい、戻す、3、戻す、4、はい、戻して、5、はい、そのままお尻引いたまま腕をぐーっと前に伸ばして背中を伸ばしていこう。右側に移動して、1、左の背中伸ばす、お尻引いて、はい、反対いきましょう。戻して、1、お尻引いて伸ばす、見える？うん、大丈夫。ああ、見えないけど。それちょっと違う。なかなか難しいでしょ。はい。OK。で、今度はもう一回右足前出して、両手を後ろに引いて、この裏、膝裏、ふくらはぎ伸ばして、左手ついて、右手を開く。1と、後ろ、前、やっと、後ろ、前、やっと、OK、後ろ、前、はい、やっと、後
と前、右手を開きます。 OK、 反対にしましょう。左に立って、はい、反対向いてる。後ろ、そう、開く、1、そう、2、後ろ、伸ばして3、よいしょ、オッケー。では、ちょっと最後動かしていきましょう。前に手を当てて前方に進みます。で、後ろに戻る、手で戻って1、はい、もう一回行って、この足で行きましょう。じゃあ足持って1、はい、OK、 まず OK、 ちょっと水入れたりして早速やっていきましょう。まずまずOK、 まず肩をやっていきましょう。すごいシンプルです。壁に肘を当てる。そう、肘ね、うん、肩の高さと肘の高さを同じぐらいにして最初、うん、でこのまま壁から足を離して、こっちで自分でこうやってこっちに寄ってグッと右手で押す。こちらでグッと自分の体を離す。グッと。そうすると肩に力が入るのが分かる。うん。この三角筋ってところ。そう。うんうん。このまま寄せて、重力にもダランと落とすような感じ。で、このままグッと。こっちで。こっちで体で戻すんじゃなくて、この手で自分の体を押し上げる。そう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 。うん。ダラン。4。
あの、昔部活動とかでこうやってやってるのと一緒なんだけど、基本は。なるほど。この状態でもできる。こうやって、肘を曲げて、わざと肘を曲げて、肘を伸ばす。ふっと。と、2、3、4、伸ばして。これきついな。5、ほとんど使わないからね。6、7、8、ふー、ラスト。はい、オッケー。で、この間やった後の腕立ても、こっちだと結構腕使うから。なるほど、それか。そう、この三角形ですね。で、これに胸がつくような感じで、腕で持ち上げる。胸つけて、そうそうそう、そう、下げて、はい、3、ダウン、4、はい、5、よいしょ、はい、や、よいしょ、7、はい、8、9、ラスト、オッケー。ちなみにちょっと一回腕止めてやってみて、肩幅で。肩幅？腕止め？うん。あ、OK。はいよ。そしたら、これを腕に効かせる場合は、まっすぐ下ろす。そう、こう肘をなるべく外に開くんじゃなくて、まっすぐ下ろして、上がってくる。そう、1。肘を内側に絞る感じ。きつい、これ。そうそうそう。2、3、4、まっすぐ。まっすぐ下ろして、まっすぐ入れる。5、よいしょ、6、よし、7、よいしょ、よいしょ、はい、動いて、9、はい、オッケー、ナイス。これね。オッケー。え、そう、腕立て伏せでもやり方次第で胸だったり腕に効かせることができるから。いいね。はい。肩はこの間もちょっとやったけど、大きく手をついて、お手本か。三角形する。そう、自分がこんな感じで。三角形だったら頭をつけにいくで、OK、あーやったね。そうで、いやもうちょっとストップ、ちょっと見ててね。今普通の音で自分ができてるんじゃなくて、こうやって、うん、じゃなくて頭をつける。で、このまま上がる。まっすぐ斜めに地面に刺さって、このまま戻ってくるみたいな感じ。そう。で、頭丸めない。頭まっすぐ。まっすぐで、このまま。1。そう。2。3。4。肩使って。5。小指の方の体重を入れて。6、7、8、9、ラスト、はい、OK、 いいね、やば。腕回りは意外ときついんですよ。やばいっす。普段ほとんど使わないからね。じゃあ次はレベルに合わせてちょっと様子を見ながらやっていきましょう。ブリッジ、手をついて、この状態で、あれ、頭を、うん、頭を
を一回上げて頭をまだつく。上げて下げる。ハイレベルだな。ハイレベルじゃね。あれは帽子かぶってたじゃない。かぶってた。あ、あると逆に痛いか。うん。ここから。ここから上げる。あの壁を見る。そう。で戻す。これやばい。結構きついんだよね。やばいやばい。これこれできるようになると背中がすごくスッキリするから。なるほど、うん、結構難易度高いんだけど。あ、そうだな、壁を使おう。これの練習として背中と腕を鍛えるには、はい、逆立ちが一番いいから。はい、このこれか、壁だとしてね、これ棒だけど、うん、これをこれのところに立って、こうやって下がっていって、え？下まで下がる。あ。で、戻ってくるみたいな。いやいや、その棒の方がやりやすくね。あの、こっちの方が、壁の方が手の感覚使えるから。マジで？そう。で、行ける範囲でいいよ。行けるところまで行って、で、戻ってくるみたいな。そうすると背中の硬さも取れるから遠すぎるわ。あ、いいじゃん。お、いいじゃん。お、そうそうそう。で、持ってっ。お、すごい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 。そう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 。素晴らしい。やばい。こんなトレーニングかも。そうそう、これはやばい。そう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 。で、もう多分地面まで行けるよ。地面でブリッジしてからまた戻るみたいな。ああ、のもあるよ。なるほど。うん。これは背中もあの、こう体がきれいに反れるようになるから、はい、脳からのこう指令も今うまくいきやすくなって、体がめちゃめちゃ動かしやすくなる。へえ。うん。普通に逆立ちするのも大事だけど、こういうのも結構いいよ。山田、背中硬いから。そう、大体あのみんなサッカーとかやってたからね、背中がうまく使えないから。なるほど。うん、こんな感じで。今日レベル高いです。今日レベル高いよ、だって山田仕様だから。パーソナルだから完全に。レベル高いです。最後はちょっと肩回り、まあ今言った逆立ちのエクササイズからちょっとやるようなやつをやって、最後追い込みを3分やっていきましょう。見えるかな。見えるか。このベントプロに、この状態で、で、頭下げて、いやいや、アスリートやな。はいはい。これが肩一番鍛えられる。紹介でした。ガチだよ。やるね。ガチだ。これ今やってるから、現にプロがやる。今。なるほど。うん。プロレベルになります、これで。わかりました。はい。じゃあ、3分のやつやってみましょう。はい。お願いします。はい。今日は、腹筋、まあ、いつも腹筋なんですけど、20秒、1個目は手についてこの状態で動かす。出た、はいはいはい。そこに動かして、で、上向きになって上げて下げる。それどうしても足が丸まっちゃうんだけど、こうちょっと、そうそうそう、まっすぐ行かないんだよね、足が。あー、硬いからかな。あー、そしたらキープにしよう。なるほど。うん、これで2、これで2で、3個目はこっちに戻って、はいはいはい、これ、はい、
お、20秒。お、3つ。お、3個。はい。はい、行きましょう。はい。なかなかハードです、これ。はい。まずは上向きで。やっていきますよ。いったん、5秒前。4、3、2、1。はい、その。うん。いいね。お尻上げて。そう、ゆっくり倒して。やばいっす。やばいね。今日はスクールというより部活みたいになってました。最高です。はい、じゃあしっかりクールダウンしていきましょう。OK。じゃあ手を自分の肘持って、よくこっち側に手を置いて、こう倒したことがあると思うんだけど、はい、手を自分の肩に持って後ろに引く。そうするとさっきこうやったこの辺が伸びてくると思う。三頭筋っていって。確かに。でここ伸ばすと肩こりの人とかすごいいいから。で今山田こうやってやってる時に腰が反っちゃってるんだよね。反ってる。そう、だからなるべく反らないように。そうそうそう。で、目線は下げない。そうそうそう。むずはい、OK。はざい。後ろに、そう。で、ぐーっと伸ばして、胸を斜め上に向けるようなイメージで、三頭筋しっかり伸ばしてあげると、
肩の方とか首の方に血液が行きやすくなるので一回伸ばしましょう。はい、OK。 さあ手を前についてキリギリで背中伸ばして背中を伸ばしましょう。このまま右方向にずれていきます。左の背中をぐーっと伸ばして、はい、反対、1、1、ぐーっと伸ばす、はい、戻して、したら右手伸ばしたまま左手を斜め45度に伸ばして、ぐーっと背中伸ばして、お尻引いて、お尻引いて、そうすると左の背中が多分伸びると思います。はい、OK、 反対、OK。 次は床大丈夫？硬くない？大丈夫？硬いです、大丈夫です。じゃあ先生は膝立てて右足だけ伸ばして、そうそうそう、で、つま先上、頭の後ろに手を組んで、肘が膝にこうタッチするように真横に倒してぐーっと、じゃあこの後ろとこの脇腹が伸びると思います。うんうんうん。そのまま手を広げて、そうで、こっちの手をこう持ってくる、前前、スライドそう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 、この後ろに左手を後ろに引くの、引きながらでいいよ。そうすると前に持ってきやすくなるから、そうそうそう、そう、3、4、はい、OK、 反対、こっちにして、頭の後ろに手を当ててだいぶ当ててるやん。そうで、ぐーっと倒して、ありがとうございますそうで、まずしっかり伸ばす、ここの巻きも伸ばして、はい、手広げて、で、後ろにこっちを前に持ってくるよりもこっちを引きながらプロペラみたいに回す、そう、1、2、3、4、5、 OK。 山田、胸郭が硬いね。山田さん、止まって大丈夫？大丈夫です。まだ止まった。この辺がすごい硬いから今みたいなこう胸郭をこう回す回線系の動きが結構苦手なパターン、はい、うん、その辺が今みたいなストレッチしていくと、うん、うん、少し取れるし、さっきのあの後ろに持っていくやつとか、うん、こう広げてあげると相対的に肋骨がこう広がってきて胸郭がこう回りやすくなるから。なるほど、うん、あのすいません、やってみていただければと思います。どうしても足伸ばすときに背中が反っちゃうんだけど、うん、どうして反ってしまうんでしょうか。ちょっと上げてみて、腰反ってる、ちょっと反ってる、そしたら、戻して左足を自分で抱えてみて、自分の方にこう、うん、もっと、あ、OK、 戻していいよ、反対、うん、この時ってさ、なんか詰まったりする？股関節しない。もう一回反対やってもらっていい？こっちは詰まってる。右足浮いてんの分かる？分かんない。膝が上がっちゃってるのね、今そっち持っていくと、うん、だから左の股関節が詰まってるの、山田の場合は、はい、山田さんの場合は、はい、だから例えば
右足前出して左の膝を後ろに下げる。そう、そうするとここ伸びるの分かる？分かります、うん、で、両手をこっちに置いて少し体前に倒して軽く重心を前に、そうするともっと多分伸びてくるから、はい、うん、で、ここでまず呼吸してで、この手をちょっと円を描くような形で動かして左足が後ろに残った状態で回すと左足さらに伸びるから、はい、うん、ちょっと動かします。はい、反対回し、そう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 、で、戻って足首を自分で持って、そう、で、右手こっちむずい、そう、意外とむずいだよ。で、体ちょっと軽く前に倒して、そう、そうすると棒の前が結構伸びると思うから、うん、なんとなくわかる？わかります。 OK、 素晴らしい。 OK、 そしたら今度はこの触るとさ、こう自分で手を股関節の方にやると、これ出っ張ってる骨分かる？はいはい、ここかな、ここかな、うん、そう、多分この辺にあるんだけど、はい、そことこの恥骨っていって、この鼠径部のところ、うん、自分の股間があって、そこの奥に骨があるんですね。はい、こういうパンツのラインみたいな、こういう感じになると思うんだけど、はい、そこで、この骨からちょっと下の、この斜めに少し降りてって、このあたり、自分で触って痛いよ、こうやって。左側。痛くはないかな。うん。ちょっと違和感ある感じ。うん。そこを左で持って、で、座って。左で持って。で、右手で自分の左足をぐーっと持ってきて、そう、頭つけていいよ、リラックスして、で、戻して一回戻して、もう一回、あー、なるほどね、いいよ。今さ、膝が外に行ってるの分かる？どっちの？今自分でこうやって持ってった膝が外側向いてるの分かる？分かんない、分からない。つま先と膝が、つま先が内側入ってるの分かる？分かる。だから膝が相対的に外に行っちゃってるんだよね、それ。まっすぐ上げて、そうそう、そうなっちゃってるから、まっすぐ膝とつま先をまっすぐして。こうか。そう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 。それにちょっと負荷かけて。はい。で、ちょっと一回戻して。で、普通に抱えてみて、また。変わる？うん。変わった？どうだろう。まあ、右足はさっき膝浮いてたけど、今膝浮いてないけど。マジか。まあ、こうやって、まあ、うん、まだ要因は多分お尻にもあるんだけど、お尻と、うん、股関節の左の股関節の前をストレッチとか今までケアすると多分それ多少弱まる。なるほど。で、山田さっき言ったようにストレッチするときも全部腰を反るタイプだから、うん、そもそも使い方もその良くないんだよね。なるほど。例えば筋トレとかしてても腰を結構反っちゃう、背中のトレーニングとかしてたんだよね、うんうんうん、反るようなタイプだからそれを気をつけないといけないってことは、はい、あのおへそをその自分の背骨の方に寄せる、常に。そうすると腰反れないじゃん。うん、腰反るって相対的に言ったらへそが前に出ることだから、へそが前に出ちゃうと腰反るから、へそを前に出さないっていう、はい、意識だけでも今はすごい綺麗だから、そう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 、それで大丈夫。まずはわかりました。うん、それでまたちょっと会った時にありがとう、はい、お願いします。 OK、 こんな感じでちょっと長くなっちゃいましたか、はい、すいません。はい、いや、リクエストありがとうございます。
ありがとうございました。はい。じゃあ今日はこんな感じでやってきましたので、明日から仕事始まると思いますが。はい。もう始まってるのか。また、お願いします。はい。土日でも、待ってるんで、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。ピース。ピー。